こんばんは。安眠ボイスに定評のあるお布団系 VTuber ひよこむです。今回もアンデルセンの雪の女王の朗読をしたいと思います。今回は全7話のうちの5話目後編を朗読します。お布団の中で聞いてもらえると嬉しいです。ハンス・クリスティアン・アンデルセン著、楠山正雄役、雪の女王第5のお話。追いはぎの小娘。その時、森の鳩がこう言いました。クー、クー、私たちカイちゃんを見ましたよ。1羽の白いメンドリがカイちゃんのソリを運んでいました。カイちゃんは雪の女王のソリに乗って、私たちが巣に寝ていると、森のすぐ上を通って行ったのですよ。雪の女王は私たち小鳩に、冷たい息を吹きかけて殺してしまいました。助かったのは私たち2羽だけ。クー、クー。まあ、何をそこで言っているの？と、ゲルダがつい大きな声をしました。その雪の女王様は、どこへ行ったのでしょうね。その先のこと、何か知っていて？教えてよ。多分、ラップランドの方へ行ったのでしょうよ。そこには、年中、氷や雪が、ありますからね。まあ、つながれているトナカイに聞いてごらんなさい。すると、トナカイが引き取って、そこには年中、氷や雪があって、それは素晴らしい、見事なものですよ。と、言いました。そこでは大きなキラキラ光る谷間を自由に走り回ることができますし、雪の女王はそこに夏のテントを持っています。でも女王の立派な本庄はもっと北極の方のスピッツベルゲンという島の上にあるのです。ああ、カイちゃんは？好きなカイちゃんは？と、ゲルダはため息をつきました。静かにしなよ。しないと、ナイフを体に突き刺すよ。と、追いはぎの小娘が言いました。朝になって、ゲルダは、森の鳩が話したことを、すっかり、追いはぎの小娘に話しました。すると娘は、大層真面目になって、うなずきながら、まあいいや。どっちにしても同じことだ、と言いました。そして、お前、ラップランドってどこにあるのか知ってるのかい？と、娘はトナカイに尋ねました。私ほどそれをよく知っているものがございましょうか、と、目を輝かしながら、トナカイが答えました。私は、そこで生まれて、
育ったのです。私はそこで雪の野原を走り回っていました。ごらん、みんな出かけて行ってしまうだろ。おっかさんだけがうちにいる。おっかさんはずっとうちに残っているのよ。でも、お昼近くになると、大きな瓶からお酒を飲んで、少しの間、昼寝するから、その時、お前にいいことをしてあげようよ、と、追いはぎの小娘は、ゲルダに言いました。それから女の子は、パンと寝床から跳ね起きて、おっかさんの首の周りにかじりついて、おっかさんのひげを引っ張りながら、こう言いました。かわいい、めやぎさん。おはようございます。すると、おっかさんは、女の子の鼻が赤くなったり、紫色になったりするまで、指で弾きました。でもこれは、可愛くてたまらない心からすることでした。おっかさんが、瓶のお酒を飲んで、寝てしまったとき、追いはぎの小娘は、トナカイのところへ行って、こう言いました。私はもっと、何遍も、何遍も、ナイフでお前を、くすぐってやりたいのだよ。だって、ずいぶんおかしいんだもの。でも、もういいさ。あたい、お前がラップランドへ行けるように、綱をほどいて逃がしてやろう。けれど、お前はせっせと走って、この子を、この子のお友達のいる、雪の女王の御殿へ、連れて行かなければいけないよ。お前、この子があたいに話していたこと、聞いていたろ？とても大きな声で話したし、お前も耳をすまして、聞いていたのだから。トナカイは喜んで、高く跳ね上がりました。その背中に、追いはぎの小娘は、ゲルダを乗せてやりました。そして、用心深く、ゲルダをしっかり祝えつけて、その上、蔵の代わりに、小さな布団まで敷いてやりました。まあ、どうでもいいや。と、小娘は言いました。そら、お前の毛皮の長靴だよ。だんだん寒くなるからね。マフは綺麗だから、もらっておくわ。けれど、お前に寒い思いはさせないわ。ほら、おっかさんの大きな丸手袋がある。お前なら、肘のところまで、ちょうど届くだろう。まあ、これをはめると、お前の手が、まるで、あたいの嫌なおっかさんの手のようだよ。と、娘は言いました。ゲルダは、もう嬉しくて、涙がこぼれました。
泣くなんて、嫌なことだね。と、追いはぎの小娘は言いました。本当は、嬉しいはずじゃないの？さあ、ここに二つ、パンの塊と、ハムがあるわ。これだけあれば、ひもじい思いはしないだろう。これらの品々は、トナカイの背中の後ろに岩へつけられました。追いはぎの娘は戸を開けて、大きな犬をだまして、中に入れておいて、それからよく切れるナイフで綱を切ると、トナカイに向かって言いました。さあ、走って。その代わり、その子によく気をつけてやってよ。その時、ゲルダは大きな丸手袋をはめた両手を追いはぎの小娘の方に差し伸ばして、さようなら、と言いました。途端にトナカイは駆け出しました。木の根、岩角を飛び越え、大きな森を突き抜けて、沼地や草原も構わず、一生懸命、まっしぐらに走っていきました。狼が吠え、渡りガラスが声を立てました。ヒュッ、ヒュッ。空で何か音がしました。それはまるで花火が上がったように。あれが私の懐かしいオーロラ光です。と、トナカイが言いました。ご覧なさい。なんてよく輝いているのでしょう。それからトナカイは、昼も夜も、前よりももっと早く走っていきました。パンの塊もなくなりました。ハムも食べ尽くしました。トナカイとゲルダとは、ラップランドに着きました。続く。次回は雪の女王第6のお話を朗読します。それでは、おやすみなさーい。